物にも感情がある。どうも、一星です。今日はですね、100円ショップで購入できる観葉植物で、一人暮らしをするときにおすすめできる丈夫で枯れにくい子たちをちょっと紹介したいなと思います。っていうのもね、今日僕、キャンドゥさんでですね、植物を購入してきてるんですよね。こちらなんですけど、これ一人暮らしをするときにすごいおすすめできる植物だなと思ったので、紹介したいなと思いました。早速ちょっとこれね、開けていきたいなと思います。一斉の動画。はい、こちらですね。シンコニウムっていうね、これちょっと弱ってたんでですね、僕が購入してきました。僕はね、ここからまた元気に復活させれる自信があったんで、死んじゃう前に救出してきたっていう感じですね。こっちもね、ちょっと開けます。これもね、実はこの子とね、同じ種類の子なんですけど、色違いの子になります。はい。こちらもね、同じくシンゴニウムなんですけど、この子はね、ちょっと白っぽい子になりますね。ちょっと比べてみましょうか。こっちがね、赤っぽい子で、こっちが白っぽい子になります。このシンゴニウムっていう植物は、僕結構昔から育ててきてるんですけど、めちゃくちゃ強いです。寒さとかにもね、すごい耐えれる子なんで、すごいおすすめですね。結構ね、一人暮らし始めたら、観葉植物をね、部屋で飾りたいなとか、育てたいなって思う方って結構多いと思うんですよね。だけど自分はちょっと枯らしちゃうんじゃないかなとか思う方は、ぜひね、ダイソーさんとかでもシンゴニウム置いてると思うんですけどね、これはキャンドゥさんで購入しましたけど、置いてなかったら、このね、シンゴニウムって里芋科っていう科の植物なんですけど、その里芋科のね、植物がすごい結構やっぱり強くて、枯らさないんじゃないかなと思うんで、100円ショップでね、購入できる里芋科って言ったら多分、このシンゴニウムと、ポトスとかもあるのかな？もしあったらね、ポトスもすごい多分育てやすくて、枯らしにくいと思います。あとね、モンステラですね。モンステラも多分ダイソーさんが置いてることがたまにあると思うんですよ。ただね、モンステラはすっごく大きくなるんで、それをね、考えておいた方がいいんじゃないかなと思います。僕今この子をね、ハイドロカルチャーにしようと思ってるんですけど、ハイドロカルチャーだったらモンステラもね、あまり大きくならないと思います。ただ用土植え、土でね、育てた場合はめちゃくちゃ大きくなっていくんで、本当にね、すごいことになってくるんで、それでもいいっていう方はね、モンステラぜひ育ててみてください。あとね、クワズイモですね。クワズイモも、100円ショップで結構置いてることあると思うんですけど、あの子もね、里芋科ですごい育てやすいんで、おすすめです。その、里芋科っていうね、科に含まれる植物が、僕はすごいおすすめです。はい。じゃあ、早速ね、ハイドロカルチャーにしていきたいなと思います。一斉の動画。ハイドロカルチャーっていうのは、用土を使わない育て方になります。こういう石っぽいようなものがあるんですよ。これで、植え込んでいく感じですね。土とか家にあんまり置きたくないとか、虫がね、結構湧いたりするんで、こういう、ハイドロカルチャー管理っていうのがね、すごいおすすめです。これまず植物をね、開けちゃって、根っこをね、洗っちゃいます。出しちゃって、こうやってやって、こう出すじゃないですか。で、このついてる土をギュッギュッギュッとこう押してあげるとね、ほぐれて用土が落ちると思うんで、ある程度まで落としたらね、あとはもう水で洗うんで、この子もちょっと一斉の動画。根っこ洗ってきました。本当はこれってね、用土植えにされてね、売ってた苗なんで、やっぱりこう根っこがね、土から栄養分とか酸素を吸い上げるのに向いてる根っこがこう生えてるんで、本当はね、用土植えにしてあげるのがいいんですけど、気にする方はね、嫌がる方もいるんですけど、僕はね、気にせず、このまま、ハイドロカルチャーにしちゃいます。このままやっちゃって、なんかこう、植物が弱っちゃったとか死んじゃったってことはね、一度もないんで、気にせずハイドロカルチャーにしちゃって大丈夫だと思います。はい。ここね、用意して、まあ、こういう感じで入れちゃって、高さをこう、ちょうどいいところに決めて、決まったらこう横からハイドロボールを入れていく感じですね。はい、一人完成しました。こんな感じでね、やってあげる感じです。はい、完成しました。こんな感じですね。ちょっと横からお見せします。一斉の動画。めっちゃ可愛いですよね。はい、ちょっと水あげてきます。水はね、このくらい半分以上入れちゃいました。最初はね、このくらい入れて管理してあげようかなっていう感じですね。
はい、根腐れ防止剤とかも気になる方はそこに入れてあげるといいと思います。そんな感じで僕ですね、 Twitter と Instagram もやってるんで、よろしければフォローの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。